暑いです。風がちょっとあるんですけどね。なんか音がね、やばい。ちょっと待ってね。はい、くまちゃん作ったんね。いやー暑いね、本当にマジ暑いわ。はいどうも、はいこんばんは、はいはい、しんさんこんばんは、あいさちゃんこんばんは、はいけいさんこんばんは、うん、あゆかさんこんばんは。暑いね、今湿度が 75%、 気温が27度、風がまあ吹いてんだけど当たんない。さあこんばんは。新規のとこです。はい堀さんこんばんは、佐藤さんこんばんは。今日はまあ1時間ですけどね。触っちゃいけないし暑い。2個あります。どちらかが本物。高い、でもこの間よりかね、数字高くないからね。はい、緊急車両通過です、右へ曲がりますって。石です。新、はい左止まってください。はいはい、サラダコットポテト、お久しぶりね、こんばんは。あけさんお茶箱100、ありがとうね。はい右寄って止まってください運転手さん。はい、あかねさんこんばんは。あやまさんこんばんはね。あやまさんなんかあのね、あやまさんのエリアにトカゲが逃げたらしいんですよ。肉食の。気をつけてください。ね。昨日逃げた、あなんか逃げたらしいです。はい、コンティニーごめん、ありがとうね。いやー、暑いね。風が来てくれればいいんだけどな。どう？絵にならない？いきなり後期？なんか絵にならない？信号があって街灯、ライトいらない、明るい。トカゲ、あーどうもね、あかねさん100ありがとうございます。これなんだろう、ペンギン箱、ありがとうございます。暑い中ね、どうもすいません、本当に暑いよね、本当に、ね、風ねえもう。うーん、オートカゲやった、暑い。はい、原さんこんばんはね。暑いです。また人身事故。明日水曜日だからね。魔の水曜日。東海道線、果たして小田急線。はい、ラキさんこんばんはね。お疲れ様ね。暑いですよ、本当に。お疲れ様です。ほんと暑い。風がね、まともに当たってくれるといいんだけどね。当たんないんだもん。ここはね、不気味な声が聞こえるそうです。なんだこれ、不法投棄。花じゃないよね。うん。そう、腰があまり良くないんでね、そう。あまり歩けないです。はい、すいません、こんばんは、つくだんね。ありがとうね。はい、皆さん、コインボックありがとう。お茶もありがとう。ありがとうございます。しかし暑いね。あ、トコモさん、はじめましてね。毎回ありがとうございます。はい。よろしくお願いしますね。いつもありがとうございます。ほんと今年はね、去年と比べてね、もう全然暑さがやばい。あ、皆さん、ペンギン箱100ありがとうね。うん。当たりです。100円。
ありがとうございます。ハルさん、スパチャありがとうございます。ジュース代ありがとうございます。本当去年の方がね楽だったわ。はっきり言ってまだ暑さにはね。たまに涼しい時もあったもんね。今日なんかまあちょっと風吹いてるから助かるけどね。お疲れ様ね。これなんか100円もらえるの。アマゾンギフト券なんかな。そう。いや本当暑いもん。なんかここ風があるから。ここね、あのね、昔はね、すごい流れ的にはね、縄文時代、縄文時代、こう生活してたんですね。こんなとこに。腰ね、ちょっと今日やってもらって少し楽になったんだけどね、あんまりちょっと歩けないから、無理するとまた再発するから。年を取りたくない。ね。大変ですよ本当に。中2日ですよまだ。土曜日やってね。分かんない分かんない。なんか100円って書いてあるから違うのかな貝殻当たり100円って書いてあるから違うのかなと思って。当たんねえでしょ。いやね、風止まると本当ジメ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 。今日日中も暑かったでしょ皆さんも。縄文時代の化石がないかな。どう見ても現代の化石がいっぱいあるけど、こういうマナーが靴がある。なんでこう靴が片っぽとかあんの？よく見つけんだよな。はい、ありがとうございます。今ちょっと風が来てる。あ、ゲザンペンギン箱ありがとうね。外れでした。すいません。外れだったみたいです。そう。片方だけ。これちっちゃくねえか ?25 ぐらいじゃない？足のサイズちっちゃくね？西成？だって見て。ほら。俺のが大きいもん。あ、違うな。26ぐらいあんな。靴はある。よく見つけんだね、俺。靴。ほら、なんだあれ。木か。焦った。上に人いない？マジ？いやでもこの辺りね結構自殺もあるんだよ。やだよな見つけたらね。そう見せられないじゃんバンになっちゃうねえ徳田さんね。上に人いる？車は来るけどね。なんかこんなとこよく車通んね。恨み、あ、まあワープできんだよねここね。だからだかもしれないけど。うわ風がね塞がれちゃってんだよこれ。わかる？この山でこの木でね塞がれちゃってね。とどまるなんか来ない、いや多分古いから捨てたんでしょ。マナー悪い人が捨てればいいじゃんね。ゴミでね。そう、片っぽだけ売って誰が履くの片っぽ。ゴキジェットじゃないか。アースジェットとかあるよ。悪いやつ多いよね。はい、ゴミ箱ありがとうございます。なんで靴あんだろうね。よくね靴見つけんだよね。そう、なんかすごいよね。なんかねいろんなの落ちてるよね。でそのどさくさの家であの人の体とかやめてほしいんだけどね。阿部さんこんばんはね。いらっしゃい。上にぶら下がってない。いやぶら下がってないけど見たことないからな。ぶら下がってんのはでもねロープ、僕ねロープは見たことある、見つけたことあるのよ。あの首吊りロープ。収集してみる。今日新規ですからね。何が起きるか分かりませんよ。お金が落ちてれば嬉しいんだけどね。そうなんかあの束でパン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 1億円ぐらい。いや常識なやついっぱいいるよ。全体の 20% はいるでしょ。60分勝負で今日はね、まあ、もしかしたら今週末ね調子良かったら土曜日やる、軽くやるかもしれないしね。
今週は。うん、まあ、今月もね、一応ね、8月も終わりで、一応7回行けたんですね。うん、そう。腰痛と戦いながら、なんとか。で、8月は遠征行きましたね。1回行きました。こっちの木とか釣ってそうじゃない、なんか。不気味な声聞きたい。この間聞けたじゃん。この間聞いたでしょ、不気味な声。2回連続聞けるかな。1億円拾ったらどうする、みんなで分けるね。みんな目撃者だから。うん。で、半年後にはもらえるかもしれないよ。交番届けてね。でも皆さん名前書かなきゃいけないんですよ、交番でね。来れない人はもう、あの、お金もらえませんけどね。僕と一緒に行かないともらえません。僕だけもらえますで、ちゃんと僕と一緒に交番に行かないと、違いますからね。警察に届けなきゃいけないんでね。うん、そう、1億拾ったら僕多分ね、おそらく、あ、ごめんね、ちょっとうんこしたいからってプッて消しちゃうかもしれない。登録もね、しちゃってください。よろしくお願いします。8月もね、で9月10月もね、暑いらしくてね。で、今ほら台風来てるじゃないですか。この次の12号だっけな、それがちょっと関東周辺に予想範囲では行きそうなんですよ。しかも大型でね。分けてくださいよ。分けたいんですけど、一緒に来ないとあげるわけにはいかないんでね。そう、そう、皆さん一緒に行かないと届けよう。この2人で見つけましたって言ったらいけるけど、名義上僕の名義になっちゃうんでね。そう、僕になっちゃいます。うん、だから開ける。え、何今の、プーとかになったんだけど。先回りしてくれたって、ここの管轄の交番だからねどこか分かりませんよ、ついてこないと。ライブは終了しちゃいますけどね見つけてください。暑いなぁ、本当にね。で、虫がなんかね、あんまいなくなったね。そう、なんかね、あんまりこう刺さなくなった、虫が。アバセンさんいらっしゃ、お茶ありがとうね、こんばんは。そう、虫除けやってんだけど、あんま刺されないね。いるんだけど、多少しかいない。絶滅だ？電波ない？電波あると思うよ。ゴミがすごいの。だからお金でも落ちてねえかなって。こういうとこが怖いんですよ、やっぱり。住処なんでね。ライトライト、こんな感じですよ。マテンこんばんはね。はい、マテンさんこんばんは。そう、1億なんか拾ったらもうね、嬉しいよね。うん、貯金だよ、もう。そう、北朝鮮にね、そう。うん。あ、風がなくなったよ。竹やぶってなんか、前川崎1億円あったでしょ。あくみさんこんばんはね。そう、そういうのあるかもしれないよ。14141414、何これ、暗号。141414。もうすぐ8月終わるね。今日一応ね、8月のライブ最後だから、心霊はね、また9月だよね。そう、サウナですよ、本当に。だからこの間なんかね、2時間とかさやっちゃうとね、もうほんと体力がすごいのよで、この間はもう1箇所目で腰痛めちゃったからね、まあ、かなりちょっときつかったんだけど、2箇所目がちょっと移動だったんでね、長い、少し回復したんだけど、やっぱ腰がやっぱね、ちょっとあんまり固まっちゃうみたいでね。今日やってもらって多少良くなったんだけど、またほらやるかもしれないから、あんまりちょっと歩くのをね、ちょっと抑えてます今。スーパー、今日満月なの？なんか、ま、すごい丸かったよ。満月なの今日？違うの？あ、いや、あれからね、だから今日やってもらって少し良くなったんだけど、またぶり返すから、絶対間違いなく。なんかすごいとこじゃない？ん？暑くないよ。暑くなるよ。間違いなく。同じだよ。変わらないよ。変わらない。お体ね、ありがとうございます。8月もう終わりだね。
9月は僕の誕生日なんですよ。ね、また1歳年を取ってしまう。そう。痩せないんで、俺もなんか維持なんでね、66ぐらいで維持なんで、ずっと。67行っても落ちて、66.1 とずっと。だから前世紀に比べると11キロぐらい太ったんだよね。初期の頃はね、もう55ぐらいだったのよ。そっから11キロ太ったよ。13年で。だから1年1キロぐらいかな。年を取った。ね。暑いよ、ほんと。くだ、誕生日なんですよ。暑いな、ここ、ジメジメ。すごいな。ジメジメ感がすごい。満月じゃないの、今日。痩せました。痩せないんだよな。まあ、食べるしね、結構。そう、今日は夜はチャーハンだったけど、少ないね。昼はちょっと食っちゃったもんな。ほか弁で。明日は作らなきゃいけないから。ちょっとこっち行ってみるか。登るんだな、これ。登りたくねえな。チャーソンどうもね。そうだよね。もうほんとやだよ。いや、秋になると今度蜂がね、やばいんだよ。今度蜂スプレー持ってかなきゃいけなっちゃうから。蜂の行動範囲がすごい、ね。そう。そう、太ったんだよ。そう。はい、仁さん作ったね。いらっしゃい。水分ね、まだ溶けてないんです。そう、凍らしてます。8月30日なんだ。明日30日？なんだ。冷凍輸入あります、アクエリアス。30分ぐらいすると溶けてくるんで。冷凍ね。冷凍でね、ちょうどね、このね、右の足のあたりあるんでね、腰を冷やしてます。冷やしちゃいけないんじゃないか。アイシングします。登り坂ね、結構来ちゃうんだよね。そう、真っ暗だよ、ここ。でね、暑い。思った以上に場所の選択が間違えた。山だから涼しいかなと思ったら涼しくね。あ、ほら。満月じゃないの。はい、コンさんこんばんはね、お疲れ様。願い事叶いますように。そう、50億入るように。近い将来で、老後にゆっくり贅沢しないでね。そう、一石二鳥ね。なんかこれヒヤッとする。霊気があるのかな。早く人間になりたいの、ビタルさんは。そう、一石二鳥です。はい、明日ね、ありがとうございます。なんか変な音すんね。なんか変な音すんだよな。負担かかるんだよね。そこで痛めちゃうんだよね。雰囲気あるでしょ。願い事をして。LINE がシステム。だから、どうしようもないんだよね。だからあれじゃないの。はい、山下さんこんばんは。お疲れ様ね。ヒヤッとする、ここ。涼しい。はい、のぼさんこんばんは。暑い中ね、今日も軽くですけどね、軽く楽しんでください。皆さんね、早く亡霊になりたい。亡霊になりたいの。そう、シャインマスカットを食べたいです。お金持ちになったらまた食べたいです。なんかね、ヒヤッとした今一瞬。なんかあるんだよな。枝の中にブドウじゃねえ、これ違うの。ブドウじゃないか。いや、暑い。ジメジメすごいわ。
亡霊になってどうすんのよ。八応援ね。あ、ほんと暑いわ。いや、ありがとうございます。何もやりませんけどね、今ね、もうね、そう、もうやれる体力がなくなってきちゃった。 若くないんで、もう年寄りの配信です。もうね、老後の配信です。楽しんでます。でも誰もいません、周りには。ブドウ園っぽいのこれ。いや違うでしょただの木だと思うよ。何もないもん何もない。あ、虫来やがったな。蚊がいるな、ここ。吸血鬼がいる。いや、しかし暑いわね。何でもいそうだな、ここ。なんか車止まってるよ。あ、涼しい、ここ。あ、ここ涼しい。うん、民家はないね、うん、はい、ありがとうす。3センチずつぐらい地球から離れてる月って。そうなんだ。1年ごとに。じゃあ離れちゃうじゃんね。まだ若い。あ、ここ涼しいわ、なんか風が。でしかも車乗ってんだよ、あんなとこにね。人がいたら、怖い。人いるよ。ちょっといるから、まあ、配慮してね。こっち戻りますか。暑いなあ、しかし。はい、ご覧ください。田んぼにある、田んぼですね。もう本当に見てこれ。あっち側にちょっと民家があるかなって。なんか人車に乗ってるだけ。エンジンかかってるから。なんでこんなところ休んでんのかだってね。そうはい、ジェンさん、ピューピュー。真っ暗でしょう。なんでこんな時に夜に休んでる。昼間だと分かるよ。夜に休む人家がねえのか家帰ればいいじゃんね。ね、こんなとこで休まなくても。と思いませんか。あ、すい、凍ってるでしょ、まだ。あ、まだ凍ってるな。まだ凍ってます。そう、散歩プラス足を鍛えてるプラス足がいっちゃってるプラス腰もいっちゃってるって感じ。そうだ、生きる時に行かないと、いつ腰がね、また悪くなっちゃうか分かんないから。調子がいい時ってあんまないからね。そう、自分で今日は行けるっていう日は行くんだよね。そう、そんな感じ。うん、そうなの。そこまでしてだったら別れちゃえばいいじゃんね。つまんなくねなんだ、え、これあれじゃないの、電磁入ってんじゃない。ほらほらほら、電磁入ってるよ、ほら。危険。電流入ってる。電流。これ電流だ。電気。電気入ってる、これ、ほら。電流入ってるよ。なんで電気入れてんだろうね。電気入れる意味があるのかな。人だったらまたいちゃえばいいんじゃないの動物？動物いるのかな。イノシシはいねえと思うけど、クマもいないと思う。あれがいたな、昔は。猿が。ハクビシンとかいいんじゃない。そう、多分そういう動物じゃない。でもちっちゃいかったら引っかかんねえよな。ネズミとかだったら。だからハクビシンとかじゃないの、多分。多分。おそらく、これ今の車だな。止まってた車じゃない？え、丸よけなの。
イノシシはいないよこの辺は。ハクビシンはいいんじゃないかな。猿昔いたけどね、今最近聞かないな。だから絶滅したんだよ。うん、ま、前ね8年前ぐらい ここは行ったこと、この辺りに行ったことあるんだけど、その時は猿の鳴き声聞こえたけどね。そう、今はいないんじゃない。ハクビシンいる。アイブルザン作ったんね。ハクビシンは結構いいんじゃない、山には。まあ森だからね、なんかいるよね絶対この森に。なんかいそうじゃない。そう、友情、友情。この間ほら、前回はあの霊霊園の時にあの変な喋り声聞こえちゃったけどね。そう、今日はどうだろうね。今日一人だしね。そう、あんま一人の時出ないんだよな。出てもらっても構わないんだけど、一向に全然ビビらないんで。うん、出てくれないんで遠慮しちゃうんだよね。なんか出てほしいのに出てくれない、一番最悪じゃない。でもなんかこうほら、ちょっと照明があるところ絵にならない。ちょっと扇風機入れていいですか。ちょっともうダメだ、暑い。暑くなってきた。扇風機稼働です。アイスも効かなくなってきた。冷却シートやるかな。うん、野生動物はいるかもね。うん、あんま見たことないけどね、絶対いると思うよ。キツネとかいいんじゃないの、タヌキとか。うん、そう。はい、高評価ありがとうね皆さん。ツイキャスの皆さんもありがとうございます。ちょっと音うるさいですけどごめんなさいね、本当にね。もう汗がね、わかるかな、汗ね。倒れちゃう。暑さで倒れちゃう。なんだこれ、バケツ。これ畑だったのかね、こうね。そう、風が来てくれるといいんだけど、風来ねえときあるんだよな。いないよね。なんかあれじゃない、土塁とかなんかそんな感じっぽくない。ほら、堀になってない、お堀に。うん、動物出て、ああ、上からバーって勢いよく水でやれば出てくるかも、流されるかもね。まあ鹿とかはイノシシとかは多分いないと思うけど、うん、いたら多分駆除しちゃうから多分。何匹ぐらいね出てくるかね。ちっちゃい動物はいるんじゃない。まあ多分ライトとかはほら敏感だから来ないと思うけど、夜行性のやつはね、そろそろ出てくるでしょ。汗がね、今日はだから風があると思ってね、喜んでたんだけど、あんま風来ねえんだよ。コメント送れない、そうそう、ダメなんだよね、最近調子悪くて。もうここね、半年ぐらいダメみたい。だからもう、すごく入れてもらうしかないんだよね。ごめんなさい、本当に。だから、あれいいですよ、コメントチェックで0123とかね、適当に数字入れてもいいですよ。なんかね、挨拶がダメみたい、こんばんはとかね。うん、まあそれがだかヒットするみたいね、YouTube の AI に引っかかるみたい。うん、なんで挨拶がダメなのかよくわかんない。いそうだよね、蜂とかもいそうじゃないか。うん、蜂もねライトに寄ってくるんだよこれ。猫はどうだろうな、餌あげてればいるんじゃない。うん、でも野生のチェックね。ドルさんと死んでコラボしたい。もう僕なんか老いぼれですよ、もう。そう。別にコラボっていうか、まあ、あの、何回かしてくれたら全然いいんだけどね。そう。そう、役に立たないですけど。アイス三角打ったらダメなんだよ。だから、つくだにとかね、ピヨピヨだったら大丈夫っぽい。でも引っかかる時もあるから、それでもね。
そう、野生の森になってる。そう、半分ぐらいだからね、なんかやってんじゃないかなって、なんか。で、僕送ったんだけども、スカートだから、やっぱ海外のサイトね、ほんと、日本のサイト頑張ってほしいよね。で、思ったんだけど、今俺中国と日本は仲悪くなってきてるじゃん。そう、だから中国サイトのあの TikTok とかね、やばそうじゃね、あれ。あれ多分課金とか多分、詐欺られる可能性あるぜ。そのうちもしかして、今ほら、まだ前半だからいいけど、これがね、もっともっと悪化しちゃうとね、おそらく中国のことだから全部差し止めとかってやりそうじゃない日本のものは全部あの差し止め、工場もね差し押さえとかね、やりそうじゃない、ロシアみたいに、ああいう国って。もう脱却しちゃったらいいんだよな。なんかいますよ、やるよ絶対中国は、社会主義国はやるよ。やりそうだよ。先を読んどいた方がいいと思うよ。まあ今の調子でまだここで平行線だったらいいけど、ここからもっと悪化しちゃったらやばいと思う。多分企業のやつ、なんか全部お金とかも、中国政府が没収とかやりそうだよ。一時韓国がやったじゃん、ああいうふうに。朝田のお疲れさまね。そう、多分やると思うよ。で、やって、もっともっと悪化して、で、ほら、武力で脅かそうとするんだよ。でもアメリカがいるから、あんま出せないんだよね。中国も。じゃあ、そういう関係で、だからほら、もう今ほら、世界が中国から離れようとしてるから、今ね。そう。iPhone の工場も中国やめちゃったんですよね。インドに移しちゃったからね。前に疲れるよ。ね、そうそうね。そうそうよ、そういう例だね。皆さんに両方、秘宝じゃないけどね、両方ですけど、中国の観光客が日本をキャンセルしてみたいですね。相次いで。いいことです。そう。期待しただけ来ればいいです。ホンダの家具ね。もう全部だからやられちゃうんじゃない？ロシアみたいに。もう安い値段で買われちゃうんじゃない？あ、ほんと？良いこと。だってうるさいんだもん、マナー悪いし。来る人ってなんかみんなその中大体マナーが悪い人多いんだよね。あ、涼しい、今ここ。なんかめちゃめちゃ涼しいんだけど。これ何？縦やなの？あ、これだ、これが縄文式のやつだ。ここに縄文式があるんだよ。土器、ほら、縄文式土器が。ここが縄文式らしいんだよ。見える？見えないね。縄文式って書いてあるよ。穴。ほら、縄文式。穴があるんだって。ここが住んでたんだって。よいしょ。あるわ。あるわ。ああ、ここほんとあるわ、穴が。ほら。穴あるわ。縄文。あるじゃん、ほら。穴が開いてるじゃん、ちょっと、ほら。保存してるんだよ、こう。石があって、ほら。ほら、穴になってるじゃん、ほら。ね。石があって。土器見えた。土器なんかある。ああ、あれ土器？あ、土器だな、あれ。そう、家だったみたいよ。60分。ほら。これがだから日本のね、元祖ですよ。こっからみんながね、僕なんかみたいになったわけですよ。土器なんかあるな、あそこになんか。なんか匂いがね、縄文の匂いがする。匂いが縄文の匂いがしてた。なんかね、
なんか臭い。なんかね、なんていうのかな、匂いがやっぱすごいね。匂ってる。なんていうの、野生の匂いがする。うん、お風呂入ってないから。落書きするなよ、お前。縄文人に呪われるぞ。野生の匂いです。野生の匂い、わかる？そう。お風呂入ってないと匂いが染み込むんで。そう。嗅いだことないでしょ、縄文式の匂いって。縄文人は基本的にお風呂ないですからね。髪の毛洗ってませんよ。そう。で、あそこの辺も汚いですよ。うん。飲み物は泥水ですよ、飲んで。あ、鹿の匂い、そういう野生の匂いです。野生の匂い、野生の動物の匂い。野生の動物の匂い。なんか匂ってんもん、ここでも。すごい。染み込んじゃうのかね、やっぱりね。だって縄文式って何、縄文時代って何ね。縄文時代って今から1200年、え？いや、1万2000年前だってよ。ん？ 1 万2000?年前から6000年前のことだって。1万2000年前ってすごい、匂うのかよ。嗅ぎたくない。6000年前から1万2000年前というところ。すごいよね。うん。だから多分湿気とかで匂いだと思うんだけど。1万2000年。1万2000歳今。すごいな。そっからこうなっちゃうのか。ここに住んでたんだよ、だから昔は。1万2000年前って恐竜がいる時代？まさか。恐竜がいる時代？恐竜の後なのかな？昔すぎてね、そう。江戸時代じゃないからね。なんかいたな。蜂かな、今の。でかかったな。あぶくせえな。逃げるか。え、何？恐竜の時代は？縄文時代？マンモスの時代なの？マンモス日本にいなかったでしょ？恐竜はいたでしょ？恐竜は。あっちへもう汗かいた。弥生土器は小学校の頃に畑で拾った。拾ったの？価値あるかも。恐竜6500年前ぐらい。じゃあ恐竜の前にいたの？うん。いや、人間はその時一回絶滅してんの？氷河期になった時。え？だって今1万2000年前って書いてあったよ。アブ刺されないよ。アルコールかけたら逃げる。うん、アルコールかけますよ、絶対。向かってきたらアルコールを直にかけちゃう。弱るから絶対。この間実験済みなんで。そう。暑いなあ。あれどこ回るんだっけ。あっちか。あっち側だな。うん、戻りは。え、じゃあ何、恐竜がいた時代は日本人っていうか人間はいなかったでしょ。だって氷河期になって死んじゃうじゃん、人間なんて。隕石落下で。うん。拾ったの？マジ？価値ないんだ。縄文時代のやつが。価値ないんだ。価値ないの？ほら、満月じゃないの俺。明日満月なの？もう満月近いけどね。なんか狼になりそうだわ。やばいやばい。うん、いないよね、その時は。だから多分先に恐竜じゃないの。で、氷河期を乗り越えて、多分、うん、拾ったの？拾って何？それ価値ないんだ、全然。なんか お金なんじゃないの？ないのか。カップヌードルの CM？ 人間いないよね、恐竜。恐竜の時代はいないでしょ？だから縄文時代その後だよ、多分。1万6000年前なの？
飛ばすなこいつお前、人がいるんだよお前、もっとゆっくらしてよお前、危ないなこいつ。30年満月だ、満月でいいじゃん今日もう。ダメ、うん、検挙できなかった、早かった車だから。縄文1億6000年前ってことは恐竜はもっと後じゃないの、ま、前じゃないの多分。飛ばしすぎね、食われちゃうでしょ人間も、肉食だからあんなでけえのにね。え、3万年前なんだ、すごいね。地球はねその前からあるんだ、すごいね。虫しかいないよ、どうする、虫しかいねえし、もう虫しかいねえよ。恐竜ずっと前だよね多分ね、皆さんね。そうだ、恐竜の時代に人間がいたら絶対絶滅してるよ人間が。氷河期があるから氷河期を乗り越えてなんか生まれたんでしょ多分人間が、ひょろっと多分ね。あ、今風があるからねちょっと楽。なんか光ってる、学校かなこれ、まだやってんの。そうだよね、秋の虫、これ秋の虫なのこれ。セミもだんだんいなくなったよねだいぶね。お化けはどうなの、やっぱでもあそこの霊園はかあれだね、神会になるね結構。ちょっとしばらく開けると今復活してきてるもんな、また幽霊さんが前回のね。前回はなんかほんと声聞こえちゃったんだよね久々に。あ、なんか垂れてきた、俺か、汗か、汗が垂れてきた。セミだいぶ鳴きが少なくなってたから多分もうそろそろ終わりじゃない。6500年前なんだよ、だから全然もう全然だよね。じゃあ地球もそろそろ寿命じゃないのこれ、違うの、あ、溶けてきたわ。そうでしょ、恐竜っていうかね、地球もそろそろ年寄りじゃないのもう。だからそろそろなくなっちゃうんじゃないの、大丈夫かこれ、なんか亡くなって全員終わっちゃうとかそういうのあるんじゃないの。あの霊園すごいよマジで。カエルもいないね、カエル死んじゃうのあれって、冬眠するのかな。しかし暑いね本当にね、倒れかかってね、なんか地球もなくなって、じゃあみんなあれかな、太陽だって相当あれでしょ、もうそろそろ寿命じゃないの、爆発しちゃって太陽なくなったらみんな死んじゃうでしょ多分。はい、しょげさんいらっしゃいね、よろしくお願いします。ナミさんね、飛ばすなここみんな、お前何キロ出してんだよ毎日、お前80キロぐらい出してんじゃねえか毎日、お前ここ30キロぐらいだぞお前走りや。そう、今日はちょっと、ね、1時間ちょっとぐらいしかできないんでね、次回はまたね、あのもしかしたら土曜日やるかもしれない。そう、あやむさんお茶ありがとうね、やばいよね飛ばしすぎじゃない、なんか人引いちゃったら逃げるでしょあいつら絶対。そう、足回りバッチリ決まってたけどね。はい、佃煮とくみさんね、いらっしゃい。
そうだから怖いからね、やっぱライトもつけなきゃいけないんで、たまにね。でもつけると熱くなんだよね、熱持って周りがなおさら熱くなっちゃうから、なんかねすごいのよ、ジメジメしちゃって。まだでも今日はね風があるからちょっといいよね、少しいつもに比べたら。前回やばかったもん。アイランさんこんばんはね。そうもうね、ほんとそう、終わるじゃん、家帰るじゃん、シャワー浴びるじゃん、もうなんかねあーって感じ汗が汗取れて、なんかすっきりしたって感じ。そうオールバックですよ、もう当然。今日何回オールバックか、髪の毛切ったから多少いいなと思ったら全然ダメだよ、変わんねえよ、汗引くの、汗かくの。そうでもなんか騒がしいんだよね、カーンとかなんか物音が、わかるでしょ、お風呂入った後のさっぱり感、あーってちょっとこうね、飲み物飲むじゃん、あーって飲んでちょっとドライヤーやって、で30分ぐらいしたらね、あ寝よっかなーってで爆睡するのよ、ね、寝坊しちゃうんでね、そう寝坊しちゃうのよ。そう明日は早く帰るために、帰れないんだよ、早く帰りたいんだよ俺もね、明日は出かけない日だから、そうだから早く薬を飲まして昼も早く飲ましたいわけだけど、昼にちょうどちょっと手すりをちょっとつけてもらわなきゃいけなくて、うちね、うち介護のやつでいなきゃいけないから、もう1時超えちゃうんだよね帰れんのが。明日出かけない日なんだよね。そう出かけないんだけど、明日看護婦さん来るから、ずっとそう、うちの親父はちょっとお風呂入れてもらわなきゃいけないのね。そう忙しいのよ、髪の毛ね、ちゃんとシャンプー使ってないんだよね、洗ってんだけど、使わないで洗うから臭いんだよね。だからもうそれでやっぱ1週間に1回洗ってもらおうってなって、そう、うん、自分は洗ってるとこいいんだけど、シャンプーが減ってねえんだよ1年ぐらいそう俺も不思議だなと思って、シャンプーどっから補充してないのかな、補充してないよなって、誰も補充してないんだよ、洗ってないって結論になったの。で俺旅行行ったりとか連れてたでしょ、見てるとシャンプー使ってないんだよそれで、あこれ絶対洗えてないってなって、もうせめて1回ぐらいは洗ってもらいたいなっていう、そうそういうオチがあってね、忙しいよもう本当に、親の面倒見なきゃね。そうはい、ここ縄文式、ほらそういうことなのよ、手伝わなきゃいけないんです、すぐ洗濯、うん、そうそう、お湯かけるだけなの、お湯でなんかただ髪の毛洗ってたけど、それじゃ落ちないよね、うん、毎日入ってんだけどね。でもほらできないことはしょうがないから、もうね、まあお風呂入るだけでもいいじゃん、まだ、うん、入れない人多いんだから。そう石鹸もね、石鹸もでも減ってるんだよね、たまにね、だからシャンプーは使ってないんじゃないかなって。石鹸はね、補充されてるんだよ、やっぱり。減ってるんだよ。まさか石鹸で洗ってんのかな、髪の毛。そう、帰るんですか。今日俺、接骨院連れてね。でも速攻で帰ってたんだけど。20過ぎぐらいに帰ってたから。そう、昔の人ね、そう、もうほんと困るよね。で、ここは皆さん、縄文式ね。縄文式何なんだこれ、建屋なのかな、穴だって、縄文式の早期末の穴、今から1万2000年前から6000年前のなんか住居だって、住居なのって、これ住んでたんって、屋根も引っかかったと想像する、屋根もあったんだ、うん、食料到達用の穴もあんだって、なんか頭いいんだね。うん。だこれ住んでたんだって。じゃあここやばいじゃん。あ、いるの？石鹸で？住居。そうそう、それそれ。V ダムさんのそれ。そう、ここ住んでたんだよ。そう、住居、住居。だから今からね、1億2000年前ぐらいから、6000年前ぐらいあたりに住んでたんだって。そう。だからここでは、食料の穴とかもあるんだって。屋根もあったんだって。
ここでは屋根がないんだけど壊されちゃってるからね。穴のほら痕跡はあるんだけど、見てみる。はい、ほら穴掘れてるよ。ほら見て見て、これ正面するとこじゃない？ おトイレとか、ほら穴掘れてるよ。すごいね、穴掘ってんだ。ほら穴あるじゃん、ポン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 って。あ、骨がある、やばい。これどうやって寝んの？あそこにどうやって寝んの？これどうやって寝んの？これ立って寝んの？座って寝んのかな？これ立って寝るのかな、座って寝るのかな。あー、なんかすごいね、たくましいね。そう、個人家族だったのかな。まあ、これは多分あのモデルラインでいっぱいあったんだよ、この辺に。でたまたまここだけ1個残そうってことだよね、多分ね。うん、当時は平均寿命20か30。そうだよね、病気しちゃうともう終わりだもんね。うん、だから早いうちに子孫残すんだろうね。うん、土器とかある？土器はないでしょ、さすがに。うん、どうやって寝んのこれ。体育座りとか寝んの？モデルハウス、夜逃げ？夜逃げじゃないよ、これ縄文時代、縄文人が住んでたところ。藁を引いてか、そんな時代の中にか。藁ないんじゃないの、多分。米とかなかった、あんなあったの、米とか。ただ高いんですよ、ここ。ジャンプしなきゃ、腰痛めちゃうから、こうやってとこ。そう。犬なんかいねえんじゃないの。その前にいないでしょ。で、こう、匂うのすごい、なんかね、臭いの。あの、馬糞の匂いだ、今。なんか馬糞の匂いするの、なんか、すごい。なんでここだけ匂うの？あ、すごい、バフの匂いしてきたよ。牛いるか、これ。そう、網ピリピリ来ない、これは。これは来ないけど、向こう側のやつは来るけど、これはただもう柵で入れないのっていうか、多分来ない。ホームレスよ。ホームレスなんか昔いなかったでしょ。いいのかな？米は弥生時代からでしょ？だから縄文時代は肉食でしょ？多分。匂うんだよ、なんか、馬糞の匂いが。最悪。マジで。ただ、ここ涼しいんですよ。風が。快適なんですよね。配信的にはすごい、涼しくて、楽かなって。ちょっと水分取っていいですか？ちょっと水分。あー、待って。水分補給を。お、なんか、今落としなかった。ポンって。効くな、これ。喉乾く。めちゃめちゃアクエリスが濃い。こかしてるから。ああ、濃い。これ薄くなっちゃうな、これ。もう溶けてきた。どんぐりとか木の実で食べてんの？すごいね。そう、網ピリピリしたらね。いいじゃんね、これ屋根あるからね。屋根あるから。これ保存してんですよ、だから。でも台風とか来ちゃったら、これあれ水溜まっちゃうんじゃないの？どうすんだろうね。もうなんかそのまま放置してるよね、これね。なんか忘れられたような感じで。なんか変な音してない？ふーんとか言ってるのか。呼吸大事。縄文クッキーとか。だってお風呂入ってないでしょ、だって縄文人って。お風呂。そう、雨降ったら入っちゃうよね。だこの辺全部あったんじゃないの、多分。もう埋めちゃったんじゃない、これ。セコム。縄文時代セコムないでしょ。今度こっち行ってみるか。しかしむち暑いな。お金落ちてないかな。
1万円とかあったらね、もうポッて隠してんの。ありました、佐藤さん1万円あったよ、ほら1万円拾って、もう紛れて1万円とか落ちてねえかな、間違えて捨てちゃったとか。くせえなこの辺、また靴があるよ、アディダス、古いアディダス片っぽだけ、なんか今日片っぽしかなくない、靴また靴あるよ、相当ボロボロだけども、あれば最高ね。そう、台所のカモの徳谷さん、何台所の顔って、またもしかしたらあれ、君はもしかしてあれですか、あのもしかして黒いメガネのスーパーマンですか、まさかあの有料に働いてる酒癖悪い方ですか。何あれ、木の上なんか置いてあるんだけど、あこばちゃん座ってありがとうございます。うん、そうそう、台所っていうけどね、実家で住んでるやつに言われたくねえよな自立できないやつに言われたくねえ、悔しかったら自立してみろよ、バカにしてやるよ一生自立できない豚って悔しかったら自立した方がいいよ、一人暮らしできな、消えたの、わかんない、もういなくなっちゃった、そういなくなっちゃった、そういつまでもマミーと一緒に暮らさないのね、もういい大人なんだからね、お父さんお母さん悲しまないでさせないでまたまた友情してるんですかね、曲がってる、これぶっけたのこれ、うん、そう久々に邪魔したから、久々に思いっきりあのディスりました、まだまだあります、あなたの裏暴露、まだまだ言ってないこといっぱいあります。あ、そうだ、ごめんなさい、自立できない坊やなんだ、うん、マミーだからうん、バカですね、酒癖悪いやつはいつか逮捕されるよ、っていうかあれじゃないの、やっぱあれだよ、酒に及ばされちゃダメなんだよ、暑いなここ、なんか虫がすごくね、ここ真っ黒だよ、うん、上田さんその顔似てるわめちゃめちゃラッキーさんも似てるもっともっと言ってやってください、やって悔しかったら自立してみろよ、坊ちゃん、いつまでもマミーとパピーと一緒にいるの、恥ずかしいぞお前、クソが悔しかったら自立しろよ、それか言ってこいよ、熟女なの、そうお金貯めて自立しなさい、パッパ使うんじゃないで、お金は貯めないと、そう、なんか臭いんだけど、ここもせた黒い悪魔のあのあれですか、メガネ君の匂いがするのかな、乙女の緑、うわ土葬ではないと思うけどね、なんかやっぱり畑があるからあの肥料がすごいよね、おうちもなんだな、もうしょうがないよね、いいね本当に、でも、もうとね、両親も年だからそろそろ介護の時代になってくるんじゃない、うん、コメントしとくれました、だったら最初からやるなよバカみたいに、そう俺も忘れたいんだよ君のこと、なんかめんどくせえから、うん、最初から興味ねえしからかってだったらやってただけで付き合ったかっただけなのに、分かってねえのかな、もう少し前消えた、じゃあいいですね、もう死んでやります、あと残り少ないんで時間がね、
そう。不思議？いやだからあれじゃないの、僕にあの弱み握られてるかじゃないですか。会社そう簡単に辞められないじゃん。でも会社を僕特定しちゃったからまだやってないんだよね。これからやってもいいんだけど、いろんな手をまず動画でも送っちゃおうかな、会社に。やってきたら、うん、あなたが暴力を振るった動画とかね酒で警察になってるとかね。はい、コインバッグありがとうございます。そう、なんでわかるの？あの、だって癖があるんだよ、うん、癖って、うん、癖でわかっちゃうのよ。コメントでね出ちゃうのよ、人って。僕はほらコメントあんま打たないから基本的にね。そうそう、 IP アドレスもわかるけど、大体ねコメントってね、あのこの人誰かって大体わかるんだよ。俺が聞いちゃうんじゃないかなと思ってことを書くんだよ大抵は聞かないから逆に遊んでるだけだよお前。聞いてんだったらとっくの昔に配信やってねえよ動画撮ってますよ、隠し撮りでツールで実は撮ってたんです。当然マークするやつの動画は撮りますよ。海外のね、 あの動画の録音できるやつあるんですよ。そういうの使ってますからね。僕がね遠隔でパソコンでできちゃうんですよ。もう、あ、いや、お茶ありがとうございますね、花火もね。わかる、わかる、大体もう癖がわかるから。あの普通ほら、俺が聞くんじゃないかなってことを試すんだよ。でも全然聞かないんだけどね。聞いてんだったらこんなこと言わないじゃん。はい、友達さんこんばんはね、佃煮。いやでもここ風があるな、見てこれ、快適なこの、なんていうの、何もない空間。遠隔っていうか、あのパソコンでね、パソコン入れっぱなしにしてね、ライブ配信すると録画開始しちゃうのね。すごいでしょ、マジ。蒸し暑い9月でね、そう、迷惑探偵になるのに。そう、いやでもほんと暑いね。増税メガネと黒メガネ、ほんとだよ、似てるよな本当に。でもあの増税メガネはまだあのお金持ってますから、違うこと事実できてます。まあお坊ちゃんだけどね。そう、もういいから、その話はもう心霊を見てください。暑い中やってるんで皆さんね。なんかいませんか、突然脅かしちゃいますよ。なんでこの石があるの、虫が多いな。暑い、なんか動物がいっぱいいる。なんかなんか変な動物じゃない、なんかカエルなのかな。はい、以上ですけどね、もうすぐ終わっちゃうんだけどね。そう、ありがとうございます。もうシャワーです、帰ったら。なんか変な音してるよ、鳴き声してるよね。なんかライト当てると鳴き止むんだよ。でライトをこうやって離すと、ほら泣いた、カエルだよこれ、カエルだよ。ほらライト当てると警戒心で泣かないんで。はい、高橋さん佃煮ね、冷水シャワーね、本当に。あの買ったんだよね、シャワー、あのシャンプー、あのなんかあるじゃん、冷えるやつ、つけてないんだよまだ。カエルだと思う、多分、おそらく。あきさんこんばんはね、いらっしゃい。はい、あのさん高評価ね、ありがとうね。そう、まあここはだから昔は畑だと思うよ、多分。お墓ではないと思うけどね、多分。わかんねえな、でも縄文時代とかだったらわかんねえ。お墓もあるかもしんないけどね。
でもほら縄文時代だともう骨とかなあるか、あるわ、出てくるもんね、骨とか。たまに見つけようと思ったらあるかもね。あ、ほんとキャッピーの汗拭きシートいいの。そう、はい、おやすみなさいね。牛ガエルだな、多分。ここに車いるんだよね。けずっとエンジンかかさっきの車だ。なんかやってんのかな。でも揺れてないからな、揺れてない。エンジンかかってんの。で、こんなところにいる意味がわかる。9時49分で、ずーっといるわけで、最初から。ね。8時台から、前からいるわけよ。何してんだろうな、と思って。こんなとこで。まあ、エアコン入ってね。お酒飲んだべ、これ。誰だ？日本酒飲んでるやつは。今、風ないんだよ。ね。もう汗かきがすごいよ、ほんとに。そう、でもね、これね、ちなみにこれ夜ね、全部 T シャツとかパンツ変えてるのよ。そう、もうで、パンツもびしょびしょなのね。そのぐらい汗かいてる。誰だ？こっちはなんか何もないよな、これ。この後ぶっけたのかな？ワンカップ。なんだ？揺れてない、そう。そう、揺れてなかったよ、でも。だから、揺れてたら多分わかるよね。トムさんね。揺れてたらなんか何をやってるかしたらもうあれしかないでしょ。男と女のあれですよ。ね。揺れてないって言ってもいい。こんなとこでやらない、やる？はい、HA さん、こんばんは、つくだね。やらないっすよ、やる？乱れちゃうよ。乱れてもいいのかな？そう。おててもやばいよ、もうほんと。タバコ吸いたいもん、今。何これ？何これ？これあれか。飯か。何かと思った。俺バッグかと思った、一瞬。ラブゲームやってるか。でも揺れてなかったよ。傘。何でもありだな、ここ。何でもありだよ。あ、ここ怖そう。なんかすごいな、嫌な感じがする。ああ、快適だ、ここ。バッタが飛んできたから今。ま、見た？今、ライトをこう下げたでしょ？バッタがこっちに目がけてきたから、スッて避けた。ライトを隠した。向かってくるんだよね、虫ってね、ライトにね。突進してくるんだよ。だからね、ライトをね、隠さないでね。何これ？そう、突進してくるの。何あれ光ってんの？通行止め。バック、次は人間か？人間はいないよね、歩いてる人。虫たちね、本当だよ、もう。ちょっとね、いるだけでもう汗びっしょびしょ。もうパンツまでびっしょびしょ。そう、だからもう家帰ったら風呂。すぐ。シャワーで洗濯して、で水分取って、ちょっとね、あの涼んだら寝ろうかなって。で明日は6時ね、50分起きだから。そうで8時には行くと、で帰ってくるの多分2時半とかなっちゃう、2時頃になっちゃうかな、2時過ぎかな。そう、女子美の幼稚園はね、もう全然もう何もやってないね。草ぼうぼうだったよ。草ぼうぼう。草ぼうぼう。そう。やっぱあそこなんかあるんだね。工事止まっちゃうもんね、やっぱりね。そう。あるんだよ。あの、昔ね、茅ヶ崎に幼稚園の廃墟があってね。女子美大学付属幼稚園っていうのがあったのね。で、噂なんだけど、まあ今から40年近い、30何年前ぐらいかな。
閉鎖するってなって、そのね、あの、まあ、担任なんかが、まあ、亡くなったって集団でね、うん。で、それで閉鎖したんだよね。まあ、閉鎖することによって、こう、職を解かれちゃってね。うん、で、それでね、ずっと放置だったのよ。まあ、廃墟になっててね。で、僕も入ってったけど、まあ、今からだいたいそうだね、10年前ぐらいに解体されてたの。そう。で、解体も何回もチャレンジしたんだけど、なかなか解体できなくて、ようやくできたのね、今から10年前ぐらい。そう。で、それからなんかね、そのリハビリセンターみたいなの作るっていう話になってて、やろうと思ってなんかすぐ中止になっちゃってね。で、いつの間にかそのリハビリセンターがなくなって、今度大学を作ろう。大学っていうか、なんかの専門学校を作るってなってたんだけど、工事が全く一向に進んでない。ずーっとだからもうできないんじゃない。なんか一個立ったんだけど、もう何も放置状態。そう、呪われた土地だね、あそこはね。で、その前に、そのね、その敷地があったんだよ。で、マンション建ったのよ、マンション。で、マンションでは、マンション住んでるでしょ、知り合いがいてね。やっぱ怪奇現象が起きててね。上から土砂とかね、そう。で、その公園がね、もともと公園があったのよ、そのマンションの公園がね。その前の公園になる前っていうのが、なんと、なんだと思います?公園の前の役割は何でしょう?なんと公園の前は何だったんでしょう。皆さんに問いを。墓地、火葬場、そう、外人墓地だったんですよ。で、外人墓地は移動したわけですね。まあ、それから結構怪奇現象が起きやすいと。でね、その時新築でもね、1500万とかね、そう、いい安い値段で売ってたわけよ。うちも買おうかなとか言ってたのね。やめたんがいいって俺が言ってね。絶対なんか起きるからやめたんがいいって。買わなかった。そう。外人墓地があったんです。公園のとこに。安いよね、1500万なんてね。高くても2000万ぐらいで買えたんだよ、上の方とか。そう。元町に。だからもう、だってあれであそこの丘の上だから、人の人は墓地なんだけど、お寺の墓地なんだけど、江ノ島とか普通に見えるよ、マジ花火大会とか。うん。いや、外人墓地だから埋葬じゃない?土葬ってやつじゃない?おそらく。仮装してんのかな?何これ?花?何これ?フィールド?遊具?何があるの?廃墟しかないけど。なんかすごいとこしちゃったんだけど、これ。これトウモロコシ?お、トウモロコシ育ってるよ。あ、育ってるトウモロコシだ。モロコシだ。ガードレール。なおきついでしょ。俺、土葬ね、昔ね、小学校の時に、山梨田舎だから、そう、親戚亡くなって、ね、連れてかれたのよ、両親にね。で、土葬の、お葬式参加されたんだよね。何か台車で荷車でこう運んでんだよ、棺桶を。見ちゃったよ、土葬。そう、トウモロコシだ。すごいね、これ。そろそろじゃない?出荷?もうちょっとかな?これガードレールになるんじゃない?トウモロコシいらっしゃい。食べてます?ガードレール。いや、土葬臭いよ、マジで。腐敗、埋めてから腐敗が。僕も何回か京都とかね、奈良行ったんだけど、マジでそのタイミングよく10日ぐらいの見つけちゃってね。ほんと臭かったよ、まあ、染み込むからね。腐敗臭。もう、プーンだよ、マジ。プーンって臭い匂いがね、染み込むんだよ、服とかに。なんでここにガードレールがあるの?何もないのに。なんか意味不明なんだけど、なんか。調べてます。ね。食べてます?なんでガードレールがあるのこれ。北海道面白かった。土葬、やばいよ、マジで。すーごい匂いだから、マジで。
あのね、見たらね、亡くなって10日ぐらいだったのね、埋めて。すごいんだよ、なんかもうプーンとしちゃってんの。プーンと。もう髪の毛とかついちゃってね、もう最悪だったもん、本当に。ファブリーズとか塗っつけたもん。もう服とかね、そう、ダウンジャケット着てたんだけど、その当時。やっぱだからね、やっぱり土葬場で良くないよ、臭いもん。腐敗がすごいから、やっぱり。やっぱりだから衛生上良くないと思う、やっぱりね、火葬じゃないと。今ね、火葬場が追いつかないんだって。なぜ追いつかないか知ってる？それだけ亡くなってる人がいっぱいいてね、火葬場が追いつかないって言った。大体今、一人やっても10日とかね。まあ、待機期間の10日かかっちゃうって。なんかこれ、廃道臭くない？チャイナが買い占めてんの？火葬場？マジ？悪いやつだな、チャイナ。だからチャイナが買える時代がおかしいよね。中国は買えないのに、日本とかね。外人が買えないんで、土地をね。だから日本の法律変えなきゃダメだよね。そう。乗っ取られちゃうよ、ほんとにね。全く風がなくなっちゃうよ、ここ。そう。買い占められちゃうじゃん。そう。箱根とかも買い占められてるし。そう。そう。だから海外の人に買わせる時代がダメなんだ、やっぱり。そう。やっぱり日本の土地だから、貸すのはいいけど、土地を買うのはダメだと思う。ね。まあ、ああいう、ほら、何でも文句言うじゃん。放射能が、とかね。君たちのとこも放射能いっぱい出てるけど、っていう。そこは置いとくんだよね。そう、北海道もチャイナが。でも、もうあれじゃないの？不動産もう結構売っちゃってるらしいよ、今。チャイナあのバブルで弾けたから。もう今破綻状態なんだよ、不動産がね。だ買ったやつが破綻するから間違いなく。払えなくて。だからこのままあの世界が見捨てちゃえばすぐ滅びちゃう。今経済破綻してるから。水源も買われちゃってる。韓国もそうね。予感。今ほら、中国は今経済破綻しちゃってるからコロナでね。あ、土地が全然もうダメなんて、不動産が破綻しちゃってるね。だからこれから不景気いっぱいになっちゃうね。暑い。そう。ね、もろこしだ。洪水だしね、そう。だから水なんか飲めないしね。だからその技術はないんじゃない？だから水をきれいにする技術はないんじゃない？持ってないんじゃない？そう。そこは教えてないんじゃない？だから。水をきれいにできないんじゃない？だから。だから日本の技術欲しいんじゃない？やっぱり盗みたいんじゃない？やっぱりね。本当ありがとう、トムさんね。そう、勉強してますもん。皆さんにね、いいこう、なんか本当のことを教えなきゃいけないからね。ニュースとか見て勉強してんのよ、いろいろと。このオフの時間はね。はい、エルさんおやすみなさいね。そうだから、水とか多分きれいにできないんだよ、多分その技術がないんだよ。そう、潰れてるからもうね、このほっとけば。で、俺日本の方で買わなくなったじゃん。そう、買わなくなってくれてもね、日本の漁港はだから中国の依存しすぎたんだよね。だから最初から世界を見とけばよかったのに、中国ばっかり俺買ってくれるからそうしちゃったんだよね。だからそれは、ね、僕なんかが悪いわけでもないし、その経営者がやっぱね、中国に依存しちゃったっていうのが、やっぱり下手なんじゃない？経営的には。そう、売れるから中国じゃないんだよな。いつ切られる、植えればいつか切られるんだよ。だからそのことを考えておかないと、そう、他にも仕入れ先作っとかないと、やっぱ無理だよね。そう。でも今回は、まあそういうので、彼らが悪いわけでもないから、誰が悪いって言ったら東電。東電が悪いんだよ。メルトダウンさせたんだから、原発をね。責任は東電なの。絶対的に。
そう、原発を爆破させたんだから、あいつらがいけないに決まってんの。当然。そう。はい。ありがとうございました。そう、マグロが安くなると思う、徳光さん。マグロが、こう多分。大体中国に持ってかれてたから、それが買わなくなるから、今度安く買えるかも、マグロはね。みんな食べましょう。ホタテとか美味しそうじゃんね。そう。安く買えないかな、ホタテ。そう、台湾とかね。そうそう。台湾は仲良くしなきゃなんだよ。台湾取られちゃうとやばいから。ね。どうでした、皆さん。暑いね。マグロ安く買えると思うよ、多分。僕の予想では。ホタテとか安く買えんじゃない？そのうち。ねえ、ホタテとか美味しいよ。バターのホタテ美味しいよ。そう、回転寿司とかね、買えるかもしんないよ。だって取っちゃってもほら、売るとこないんだったら日本で売るしかないじゃん。そう、マグロもね、大間のマグロが安く買えるかもよ。大間のマグロが。ねえ。熱い。そんな感じの時代が来たらいいよね。そう。あれ？倒れちゃう？大丈夫？ちょっと水分補給。暑かったね。なんか夜の遠足してるみたいで、なんかそう、食べたいよね、安いのね。わかめとかね。今日タバコタイムやってから終わりにしましょうかね。ありがとうございました。次もしかしたら土曜日ね、やれたら。あと腰の調子見たかな。ちょっと休ませてください。水木金3日間。そうね、暑いね。ちょっと車の中で休もう。暑いよね。暑い。暑い。もう溶けてるし、アイスも溶けてるし。暑いよ、もうやばかった。もうなんか真夏のなんかの恐怖ゾーンだよ、マジで。クーラー効いたとこでちょっと、みんなでちょっとね、ちょっと水分取りながら。ETC カードが挿入されていません。蚊がね、でもね、あんまりいるんだけど刺さないね。そう、いるけど刺さないよ。なんかね、刺さないよ。YouTube これで。こんばんは。いつもの場所を表示します。一軒目じゃないね、皆さん。今日一軒目しか行けないんだよ。そう、ごめんなさい。今日ね、一軒しか行けないの、平日は。そう、明日明後日とかもあるから、ちょっとね。そう、土曜日やったらちょっと行けるんだけど、だからちょっと1軒目でロングになってるのね。よく通る道に規制、渋滞はありません。そう、はい、おやすみね。27度だよ。1軒目じゃないよ、おやさん。平日はちょっと最近はもう1軒目で終わっちゃうんだよね。体力的に俺がもう無理だよ。お疲れ様ね。そう。はい、おやすみね。またちょっと土曜日でもね、やれたらお願いします。はじめましてね、愛知さんね、トミーさん。今日ちょっと終わっちゃったんだけど、また土曜日やるかもしんないんでね。いや、暑かったな、マジで。27? はい、お疲れ様ね。車なんとも。
まあ、現行車だね、今の。コンパクト。で、一応多分このクラスでは多分一番燃費がいいんだけど、今めちゃめちゃ燃費あり。今めちゃめちゃ燃費あり。そう、エアコン入れなかったら28か9ぐらい走るよ。燃費が1リッターで。今は、今日は8か10だね。すげえ燃費悪い今日。あったかいダメだ。ビッグモーター。うん、ビッグモーター潰れるでしょ、もう、多分。会社ね。うん。エアコン今25度以上を下げちゃうと多分燃費悪くなっちゃうから。で、なるべく内気にして、そう、外気だとあったかい、生あったかいのが来ちゃうじゃん。外ずっとファンが速くなっちゃうじゃん。ね、全力をオートにしてると今だって一目分しかないの。でそれでなるべくこうなんていうの、あんまりこう、回せないようにする。そう、暖気の時くくっちゃうんだよね。リッター今日8で8だった、さっきまで。今どんぐらいだ、多分あんま変わんないと思うよ。うん、あ、今20だな。うん、今20、ほら今20。うん、そう、あんま遠出行っちゃうとね、すごいよね、金かかっちゃうよね、地方とか。今20だけど、さっき見ると10ぐらいだね。ほら見てください、これ、ほら、お、見てこれ、わかるでしょこれね、ほら 10ちょっとだよ。やばいよマジで。そう、今車とかね、こういうのが出るんだよ。ツイキャスもちょっと見せてあげるけど、こういうね、燃費データとか出んね、車で。すごいでしょ、ほら。だから今20ぐらい走ってんだけど、現在はね。で、それがまだこういうね、こういうゾーンとかになってね。そう、走るときはこれ相当走るのよ。ね。うん。ね。うん。で、こうやってもハイブリッド。だいたい半分ぐらいでもう今終わっちゃうんだよね、バッテリーが。で、一目より減っちゃうと、バッテリーは充電、エンジンかかっちゃうのね。すごいでしょ、こういう感じ。うん。ね。今の車ってこう燃費データ見える。うん。辛いでしょ。だからハイブリッドのコンパクト買っとかないと、今、これからは、税金、ね、ガソリンが高くなっちゃうから、絶対的に。うん、リッター14でしょ、だから多分そうだと思う。エアコン入れたらそのぐらいになっちゃうと思うよ、頑張ってね。うん、すごいでしょ、やばいよ本当に。だから昼間とかのがやっぱり燃費悪いもん、直射日光ですごい燃費悪くなっちゃう。だから遠出すると、少し川崎とか行くと、この間28で走ったのね。だから要は簡単に言うと、信号がいっぱいあるとこはダメなのね。うん。うん。あ、もう無理でしょ。多分燃費がすごいでしょ。タンクもでかいし。軽く1万とかいっちゃうでしょ。うん。そう。なんかね、すげえ良かったんで、この間28ぐらい走ってくれて。うん。で、墓参り行った時も、そこすごい田舎だから。信号があんまないんだよね、あんまり。だから渋滞しなかったら全然燃費に。この辺だと、やっぱ信号多いからな。そうでしょ。俺は1万いかないもん。これ35ぐらいしか入んないから、タンクが。35だから、行っても、まあ、7000ぐらいじゃない、多分。だから月今見てると、前はね、4000ぐらいだったのね。800、そう、800ぐらいで、4000ぐらいだったのね。800キロぐらい走って。今だいたいもう6000ぐらいだってもんね。2000ぐらい上がっちゃった。うん。そう、だからハイブリッドの方がいいよ、絶対的に。電気は全然走んねえし、そう、で、電気ってほら、一軒家じゃなきゃダメじゃん、まずね。うん。あ、プリウスは多分そんな走んねえよ。重たい分。うん。プリウス400万以上するでしょ？そう、これだってなんだかんだ言って400万 いってるもんね。そう、オプションがすごい高かった。だけど負けてもらったのよ俺。すっげえ、まあ、値引きしてもらってね。車体で36万してもらって、
ああ、それもいいんじゃない？だからね、軽ければその分ね、ってが。うん。センターがいいかもね。うん。そう。いいでしょ。で、しかもこれ、ほら、ライトがついてる。若干ね、こう、明るいのね。ほら。明るいでしょ、ほら。はかねえの、これ。でもこれ一応ね、Z クラスなんで、一番上の上級モデルなんでね。そう。でね、オプションがね、120万がいったよね。オプション120万。で、負け止まったの。40万ぐらい。さらに下取りも負け止まって、100万ぐらい負け止まった。実際は。だ支払いは300万ぐらいだったんでね。うん、そう、いいでしょ。やりでいいよ。うん、これがソルだから。燃費いいよ。その代わり、R だとあんまないから、そう、Z の方がいいかもね。Z はね、ヒーターも入ってるし、冬場とかあったかいよ、椅子両方入ってるし、で、LED だし、ちょっと燃費悪くなっちゃうんだけど、で、ライトも、標準だから、LED が。そうでしょ。うん。いいよ、燃費はすごいいいよ。エアコン入れなかったら28ぐらい走る、頑張れば。うん。最高で29ぐらい走ったからね、俺ね。飛ばさないでね。うん、塗ってる？オプションすごいかけてるもん、金かけてるもん、これ。うん。いろんなオプションつけてるもんだって。何気にこの足元照らすやつもオプションなんだね。これほら、わかるでしょ？うん。このツイッキャスも見てみる？こう、ちょっとライトがついてんのよ、これ。いや、そんなことないよ。うん。そんなことない。あれ、壊れたかな？これもうダメだな。交換だな。アクセルワークだよ、アクセルワーク。アクセルこう入れるじゃん。で、スッとちょっと上げるんだよね。ちょっと、そのアクセル。うん。慣れると思うよ。頑張るの、こう、耐えるの。足を耐えるの。うん。そんな感じでございます、皆さんね。いやー、今日も疲れたね。疲れました、もう。便利そうでしょ。暑かった。なんかいっぱい来たよ、車が。バイクとか。うん。うん。はい。じゃあね、お疲れ様でした。ありがとうございました。またね。おやすみなさい。では失礼します。またね、おやすみなさい。お茶ばっかりありがとうございました。失礼します。